71日目、拠点の壁をすべてコンクリートタイルに張り替えました。今まで一部分は手つかずだったからな。これで見栄えが良くなりましたね。エンドシティの戦利品を金床でくっつけていきます。修繕、いいですね。ダイヤモンドの剣にも修繕を追加。これで永遠に壊れない剣の完成ですね。ミザスケの頭集め用のダイヤ剣も作成。ってことでネザー要塞でミザスケの頭を集めていきます。早速1個目がドロップしました。まあ私くらいの実況者ならすぐに集められますよ。これから先はすべてミザスケ狩りの映像になります。どれだけ集めれないと思われてるの？ってことであっという間に集まりました。まあね、72日目、ネザーオート畑を作りました。これでポーションを作り放題ですね。スイカ畑を作りました。73日目、ポーション用にブレイズロットを集めることに。ありがとう、ブレイズのおじさん。いろいろなポーションを作りました。74日目、経験値を集めるために地下で掘り掘り。75日目、無限狙いで弓にエンチャント。まあ私くらいの実況者なら。76日目、レールガンを作りました。電気の力で加速させて打ち出す武器です。外見はこんな感じ。いやー、かっこいいですね。あれレールガンって片手武器だっけ。キャパシターバックパックを作りました。レールガンに直接給電できます。装着するとこんな感じ。こういうめかめかしいのがいいですね。77日目、絞りたての牛乳を取りました。78日目、ウィザーを召喚しました。せっかくなので2位の代わりにレールガンで戦うことにします。はい、討伐完了。全カットするんかい。まあアンデッド特攻あるしね、しょうがないよね。79日目、ダイヤモンドを集めるためにブランチマイニングをしました。80日目、昨日と同じ。せめて説明をしろ。81日目、全自動精錬ラインを作りました。粉砕した鉱石が自動でインゴットになります。拠点にある自動化ラインはこんな感じ。だいぶ発展してきたな。82日目、テスラコイルを作りました。高電圧の放電を行うことができます。うんうん、ちゃんと稲妻が出ていますね。自分の体で実験するの気が狂ってると思う。良い子のみんなはこういうことしないでね。ビーコンを作りました。最大サイズのビーコンを目指してみましょう。83日目、またまたブランチマイニングでダイヤモンド集め。84日目、次の重機械を作るためのパーツをひたすらクラフトしました。85日目、大型採掘機を組み立てました。イマーシブエンジニアリングのエンドコンテンツですね。ベルトコンベアを繋ぐとこんな感じ。私たちのメカ心をくすぐりますね。きっと変形してロボットになるはずだよ。変態ヒーローかな ?86 日目、大型採掘機を稼働させました。掘ってる音が聞こえてくるな。これで放置すれば勝手に鉱石が集まるでしょう。空をバックに眺めるといい感じですね。今ならパソコンの壁紙として視聴者プレゼント。絶妙にいらないものプレゼントするな。87日目、シルクタッチで掘ったダイヤモンド鉱石をまとめておきました。これを最後に幸運ピッケルで掘って終わりたいですね。88日目、アイテムサイロを作りました。1種類のアイテムを大量に貯蔵できるアイテムです。せっかくなので大量に余ってる丸石を貯蔵することにします。ベルトコンベアで上に輸送して、上から搬入する形だな。ブランチマイニング場の丸石もここに集めましょう。89日目、またまたダイヤを集めるためにブランチマイニング。90日目、ブランチマイニング場はこんな感じになりました。かなり掘ったな。もはやブランチマイニングよりただの空間って気がするんだが。91日目、農業区画を少し整備しました。これだけでもちゃんと拠点感が出ますね。92日目、ケミカル放射器を作りました。気体や液体を噴射できる武器です。で荷物とこんな感じ、パクチーの液体とかを噴射してみたいですね。チョイスが謎。93日目、地質使用ドリルを作りました。地下鉱脈を探すことができます。早速掘ってみましょうか。なんかぐるぐる回ってるな。いい感じの鉱脈が見つかるまで掘り進めましょうかね。94日目、ラピスラズリ鉱脈を発見しました。鉄鉱脈も入ってるね。次はここを採掘しましょうかね。採掘を採掘ってか。採掘を採掘。95日目、大型採掘機を再稼働させました。うんうん、ラピスラズリ鉱石が掘れてますね。横から見るとこんな感じ。ちゃんと鉱石が運ばれてるんだな。こういう細かいこだわりが好きなんですよね。96日目、エンジニア、スカイフックを作りました。ワイヤーを伝って移動することができます。97日目、エンジニア、スカイフックで大型採掘機に移動できるようにしました。工業はついに空中散歩の時代に来ましたよ。何この時間。98日目、投光器を作りました。前方に対して光源となるアイテムです。レッドストーン信号を入れるとこんな感じに光ります。かなりの範囲が明るくなるな。これでイマーシブエンジニアリングの実績はあらかた達成できましたね。99日目、ブランチマイニングで貯めたダイヤモンド鉱石を開封していきます。ダイヤモンドはこれだけ集まりました。いやー、幸運様々ですね。
そしてそのダイヤモンドで最大サイズのビーコンを稼働させました。しかし、さすがに全部ダイヤブロックにはできませんでした。ずっと掘ってたけど全く足りなかったな。次やるときは全部ダイヤブロックでビーコンを稼働させたいですね。100日目、拠点を散歩しつつ今までの開拓を思い出していました。いやはや、ここら辺の機械が遠い昔に感じられますね。かなり濃い100日だったな。ということで皆さん、いかがでしたでしょうか？限られた時間で開拓するのはかなり楽しかったな。まあ制限がなかったら普通に1000日以上プレイするからね。100日が霞むやつを最後に出すな。この実況を通して、工業モッドに興味を持ってくれる人が増えれば幸いです。チート系のデータパックやモッド以外にも楽しい要素はあるからな。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。次回もまた見てくれよな。